はい、キャプテン浩二です。おはようございます。ただいまの時刻は8時25分になります。今日はね、2024年の、7月の15日かな、15日月曜日、海の日ですかね。海に行かないけどもね、雨降っててね、海の日になっております。はい、そしたらね、今日はね、僕のね、ウィンドウエアコンね、今つけっぱなしにして、カビが生えてるんかな、ちょっと掃除しないといけないんだけどもね、ずっとつけっぱなしにしてるんでね、2021年の6月12日に取り付けました。2021年、だからもう今から2021、2022、2023、2024と4期目ですね。4回目の夏を迎えております。そして今もね、現状をちょっとね、報告したいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして今現状、コロナルームエアコン窓用でございます。 CW16A ね、型番がね。そしてね、これね、寿命がね、メーカーの指定ではね、10年持つようになっておりますので、2031年まで持てばね、いいかなと思っております。まあそれまで持つと思いますけれどもね。今冷たい風が入ってきております。25度に設定しておりまして、そして、こんな感じでね、窓枠に取り付けております。全然ね、問題なくね、動作しておりますね。そして窓枠に取り付けて、窓はね、ちょっとね、こんな感じなんですね。網戸をね、こっちがね、張って、虫が入りにくくしております。虫とか蛇とかね、入ってきたら嫌だからね、網戸をして、そして反対側は熱風がね、まあ熱風が出るんだけれども、そんなに熱くないんだね。だから火事とかは大丈夫だと思います。ちょっと音がうるさいかな、僕の声入ってますかね。そして網戸とこの窓ね、窓で、仕切りをして、だから蚊がね、時々家蚊がね、時々入ってくるんだけども、こういうところ隙間があるからね、ここちょっとしっかりね、後でテープでね、埋めましょうかね。埋めればいいと思います。はい、そんな感じで、ちょっと隙間があるんだけどもね、なくはないんだけども、まあね、蚊は入ってこないと思いますけれどもね、網戸をしてるからね、そう簡単には蚊は入ってこないんじゃないかと思います。そして、これをちょっと外せば、もう軽く外せば、もうこんな感じでね、ウィンドウエアコンの掃除をしないといけないんだけども、こんな感じでいっぱい汚れてますよね。もうつけっぱなしだからね。はい、時々ね、これをね、外してね、掃除すればいいんだよね。どうやって外すんかな、これ。外れるんかな。よいしょ。あ、汚いからね、これ。ちょっと待ってね。はい、外れました。はい、こんな感じですね。だからね、見やすいね。普通のね、こんな普通のルームエアコンと違ってね、これ縦置きだから、そして外してね、窓から外して掃除するんだよね。季節が終わったらね、冬場ね。あ、これ汚れてますね。結構汚れてる。じゃあ汚れてるんだな、部屋のね。まあでもね、取り外して掃除できますので、掃除しましょうかね。掃除しなくてもいいけどね。まあまあ、この辺はちょっとすごい汚れてると思うんで、除湿、水がね、ついてますけれども、ちょっと軽く洗えばいいかなぐらいの感じでしょうかね。あんまりね、素人がね、やったらちょっとまずいと思いますので、まあこのままに、このままちょっとね、軽くね、
雑巾で拭くぐらいはいいと思いますね。ここからね、空気を吸い込むので、この辺ね汚れますけども、まあまあいいかな。あ、冷たい風が出ております。これ自動で動かないんだよね。これ手でね、こうやってね、寝るときはね、もうこっち側ね、ベッドの方向を向けて、そして仕事中はこうやって、ちょっとしか動かないんだけどもね、まあまあいいかなと思います。ちょっとカビが生えてるんで、ちょっと拭きましょうね、後でね。ウェットティッシュで拭きましょう。それぐらいでいいと思います。ウェットティッシュで拭くぐらいでいいと思いますね、この辺はね。長く持つんじゃないでしょうか。で、蚊もね、そんなに気にならないし、今ね、ベープアース製薬のね、こういった電気式の蚊取り線香がありますので、部屋の中ね、以前ゴキブリもね、入ってきたんだけど、なぜかどこから入ってくるのか分からんけどね、ゴキブリも入ってきたんで、放散団子ね、ルミエールとか、スーパーでね、放散団子500円ぐらいで売ってるんで、それをあちこち置いとけば、ゴキブリも入ってこないですね。年々1回ぐらい入ってきていたんですけども、今は入ってきてないですね。はい、そんな感じで部屋がね、快適でね、夏場でもね、猛暑が先週続いておりましたけれども、全然問題なく使えております。で、電気代もね、そんなに高くはないと思います。これぐらいのだったらね、25度に設定しておりますけれども、だからもう、もしダメになったらまたAmazonで、購入すれば、送ってきてもらうんで、ここまでね、宅急便で送ってきてもらって、これをそのまま取り替えればいいんで、同じような機種はいっぱい売ってるんで、もう窓用でいいかなと思います。冬場はね、ヒーターはね、いりませんので、冬場もそんなにね、電気ストーブがありますので、全然寒くないし、冬場は服をいっぱい着ればね、電気ストーブだけでも十分ですのでね。はい、そしたら今日はね、コロナのね、ウィンドエアコンね、レビューしました。毎年ね、こうやってやりましょうかね。今年も元気で、動いております。そしたらご視聴ありがとうございました。この辺で終わります。はい。